豊川市郷町的場にあるカフェギャラリーエジソンです。カフェ、エジソンを始めたのは60歳で定年退職して自分の居場所を作ろうと、そんな目的を持って始めました。特に薪ストーブは楽しめるものだなと、薪集めから楽しんで早く冬になるのが楽しみだなということで過ごしています。この場所は趣味を生かせる場所として、ギャラリー、ガーデニングの庭、流木作りの工房、こんな3種類の位置づけを持って行ってます。コーヒーは水出しコーヒーでアイスコーヒー、あとホットはエジソンブレンドを中心に紅茶、他の飲み物、それとケーキということで、モーニングもランチもありませんが、お客様にのんびりと過ごしていただきたいと、そんな思いでお店を開いています。ギャラリーの方ですけれど、ギャラリーは写真が好きで、それを展示する場所はないかなと、それならいっそのこと自分でギャラリーを作ってしまえば自分の展示の場所になるな、そんな思いから始めています。現在も絵の展示、その後もエジソンの仲間たちの写真展の開催、ぼちぼちですけれどギャラリーも埋まってっています。あと流木の方ですけれど、変な作品ばかり作ってブログにアップしてたら、みんながいいねいいねと、これがいいのと思いながら、逆にエスカレートして流木作品をどんどん作るようになりました。お店を建てたのは3年前、オープンして4年になりますが、庭の方もですね、最初は砂漠のような状態からナチュラルガーデンとして少しずつ趣を変えてきて、年中どこかに優しい花が咲いてるなという雰囲気、これを楽しんでいます。お客さんがいなければ自分の趣味が好き放題やり放題と贅沢を言いながら、お客さんと喋りながら趣味の合う仲間が集まってきています。